小僧。小僧じゃねえ。俺の名前は鎧塚三太だ。サーパインの流儀は無得体にあらず。ミャンマーラウェイ、別名ビルマ憲法、1000年以上の歴史を持つミャンマーの伝統武術である。脊髄への打撃、首相撲からの投げ技が認められるなど、無得体との共通技術が多い。最大の相違点は素手で試合を行うこと。素手ではグローブ着用時ほどの効果的なガードが困難なため、ほとんど全ての攻撃を防がずに攻め切る。本来人体は殴り合いに耐えうる設計になっていない。だが人体は強い骨折を繰り返すと、異常な環境に対応すべく骨の強度を上げていく。破壊と再生を繰り返した骨格はもはや現世人類とは別種の生物のそれである。人体を環境に適応させる武術、それがラウェイ。いざ